じゃあここだと屋根付きなんで。そうそう、いいですよね。いいですよ。また本当綺麗だな。これなんかコーティングされてるんですか？これって。あ、これはガラスコーティングするんですか？ガラスいくらぐらいするんですか？ガラスコーティング。これ19万。たっけ。18万。いや、もっと高かった。でもディーラーっていうかディーラー系のあれ。いや、あれです。関係ないの？なんだっけ、なんとかキーパーってあるじゃないですか。ああ。あれのダブルクリスタルなんかなんか。あ、いや、一番上の。一番上のやつで。あ、そっちまでやるんですか？ボディだけやるんですか？あ、いや、もう全部出荷の塗装をもとにかく塗ってあるものが全てっていう、もうボンネットを開けて、あ、中も？うわ、すんげえ。ドアのここから、あの、ヒンジから全部やる。やばいっすね。で、そこまでやってそこまでやってなかったんですよ。やってなかった？やったら、ヒンジが水垢ついてた。うわ、すげえチェック入ってる。それでもう一回やり直して やってもらって。ああ、でもそう、19万だったらそうですよね。そうそう、でクラウンより高いですよ。要は金が払えたのかって言ってじゃなくて、ちゃんとやってもらえるかと思って頼んでるんだよって話して。いや、そりゃそうですよ、ちゃんとやってもらわないとだって。うん、あ、だからこんなあれなんだ。だから全然もう水はないですよ。何もしない。やっぱ水の端切っても流れるような感じなの、ガラスコート。ああ、流れ、まあ、だけどそんなに良くないですよ、流れが。あの、よくワックスかけてバーってすごいなるじゃないですか。ええええ、あんな感じにならないですよね。じゃあちょっと今実演してもらっていいですか？いやいや、俺ちょっと結構綺麗な。まず水がないです、ね、まずすんげえ綺麗ですもんね。これでまた、あの、仕入れちゃうんですか？いやいや、さらに普段乗りの、普段乗りの、すごいな。めちゃくちゃ綺麗ですもんね。趣味洗車だからね。自分でやってるんですか？自分でやらないですけど。自分でやらないじゃないですか。一応ね、言うのは。コーティングで、あのクラウンよりも高いという。コミコミ16万乗り出し。うん、もうしょうがないよ。一番いいのですよ。すごいっすね。でもやっぱ確かに楽ですよ。全然いい。やっぱつかないですよね、変な汚れがね。いや、俺も全部リペアしたらなんかやってるのかな。綺麗は綺麗だね。すげえ綺麗ですよね。2日とか3日とかかこれって。でもあれですよね、亀岡君のパールと違いますよね、これね。あ、これ違いますね。何のパール？あれはだから F とこれと違うんだ。あ、違うんだ。 F の白と H の白は違うんです。はあ、こっちの方がちょっとベージュっぽい。そうですね。亀岡君の方はブルーっぽいですよね。もう本当に白っていうかスーパーホワイトみたいな、ちょっと青が入ってる感じ。こっちはちょっと赤が入ってる。そうですよね、はい、ちょっと落ち着いた感じの。そうそう、ぴったりですね。まあ、ぴったりキャラ的にはキャラは意外と緩いんだよ。いやいや、素晴らしいな、やっぱケアが。いやいや、エリスのケアって大変なんですか？あの、オイル交換とかするのは特には。いや、もう特に何も。3000キロとかごとぐらいにやる感じだ。でもね、これ最近で1リッター100円ってとこ見つけてね。もう3000、そんな安いんですか？3000キロごとに変えちゃおうかって言って。ああ、あ、もうこまめに。こまめに。だからディーラーとかだと、そんなほら出た時にしか行かないんだけど。だけど100円っていうの見つけたからね。あ、いいよ、これ。この車はさすがに100円入れられませんけど。あ、そうなんですか。でも700円ですよ。安っ。すごい安いな。100円なんてあるんですか？あります。1リッターですよ。いやいやいや、十分十分。いや、だって普通の車みんな入れてるよね。自分なんか多分550円くらいで終わっちゃうんですけど。5.5 多分。いや、本当そのそのもんですよ。いや、ね、550円ってなったら50円の発送きっくり。500円でいいです。確かに入れらんないって言われちゃうかもしれない。だからこれは入れてないですね、実家ね。でも100円も悪いよ。100円はいいわ。クラウンとかそういうとこでいいんだよね。ああ、よかった。まじまじと光のとこで見るとまた違うんですよね。そうです。すげえ綺麗。やべ、ちょっと雨の降ったの。今ちょっと降ってましたよね。はい、だから若干汚れてますけど。いや、全然わかんない。ここまで綺麗だといいっすね。亀岡市には並べてほしいぐらい。なる、週
趣味洗車だから俺も立ちますよ。趣味洗車だから。もう心はもうなんかクラウンに行ってるらしい。やばいね。クラウンとかセルシオとか。なんかイメージでやっぱちょっと違うなと思います。もっと なんですか、ダイレクト感が欲しかったらクラウンとかやっぱセルシオになりますよね。そうですね。音もでかいじゃないですか。そう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 。やっぱちょっとなんか違う方向性が違う。方向性が違うんですよね。立地仕様ですよ、完全に。やっぱモナコに住んでるだけありますね。ペンさんはマカオですよ。マカオか。ドバイとか。ドバイです。いやでも良かった今日。いや良かったね。これで合わなかった、あとどうしようか、時間するとかどうしようか。いやだってあれですよ、なんかの米くれりゃ全然いつも。ああ、ね、いやいや、もう後でまたちょっとあれだけなんで。もう、カズくんとかってそっち来てましたね。そうですね。明日も多分来るんで。これ見てると俺、スピーチとか。サイキ。あとクラウンのあの、新しい。白で、黒の声です。60周年記念の、はい、あれ、チャーチの。ありますね。あれも綺麗になってるね。あれ綺麗でしたね。はい。あれもすごい綺麗だな。あの人もよく来て。お前のセルシオ見に来てる。セルシオ3台も並んでましたね。そうっす。全部見てる。明日もセルシオが多分来るんですよね。足利にいること、友達と。もうあの天気考えなくていいんで、やわわのが。明日は地下入れるんですか。入りますよね。9時半に開くんで、そこからもう。わかりました。そうか。いや、本当のタイミングがあるから。これなの。これなの。しょうがないですよ。いや いや近くならまだねいいですよね。足利とかに引っ越さないですか。いやもうね引っ越しの用意してる。嘘ばっか言って喋りが桐生にします。ああ桐生に引っ越してもらって、じゃあメンさん家でやりますよ、ミーティングを今度ね、庭で今度うちで呼びます。うちの方でどこがいいって場所行っていただければ全然もう行っちゃいますよ。もうどこでも来てください。絶対ができる。1泊2日で2食付きでね。またまた。本当だよね。本当だよね。行っちゃいますよみんな。あのなぜセリショの誰か青木さんとか連れて。もう全然来てください。行っちゃいますよ。バッグで。大丈夫ですよ。大丈夫です。音立てないでくれよ。いやいや、意外とね、僕世田谷なので。関西なの？双子玉川って。ああ、知ってます。あっちの方で、川が近いから、意外と平気だよ。いやいや、そっちの方がいいって。あんまりゴミゴミしてる。もう本当平気なんで、そうもなって。双子玉川って、水上学園の。はいはい。そこが上がるんですよ。そこに邸宅があるもん。いや、でも、猫が居ついて、野良猫が居ついて。いや、でも、いいっすね、映像があってまた新たにね、秘密兵器を。それをまたちょっといじっちゃったりして。いや、もうこれはね、これはこのままで。いや、これを売っちゃおうかな。あっ。これは、ね、で、極上の。セルシオ1台まずか。まずかって、また違う、違う。で、そう、ベースとか、まあ。なんだろう。言えないんだ。なんだ、すげえ楽しみ。計画の方がさっきから聞いてたんだよ。すげえ楽しみ。そうしようっつって。じゃあもうセルシオ1台まずは買おうっつって。セルシオ1台。だからバネがいいんですか、セルシオは。いや、僕もどっちでもいいです。エアサスでもいいけど、でもあのバネのさっきのあれがいいですよ。さっきも。あれと同じですよ。黒革とサンルーフと。あ、もう3点セットは絶対必要で。で、やっぱウッドハンドルも絶対必要だし。ああ、じゃあそうですね。本革、サンルーフ。で、まあ、できればマークレフィソンとか、俺、やっぱ全部ついてるものは全てついてたいタイプがある。だけど、それはほら。なんタイミングですから、ね、タイミングそうなんですよ、ね、なかなかね全部揃ってるのが出てこないですよ、ね、出てこないです、ね、今もう数が減ってるんだよ選手の。さっきその高崎見に行った時にマークレミスのシールだけしかってなかった。あっ、なんちゃってマークレミス、それはダメですね。あ、それじゃダメだ。だから現物見てみたいですよね。そうなんですよ。ちょうどだからそこにあるんで、この間朝仕事終わってから行ったんですよ、ちょうど車庫に入っちゃって見らんない。そうなんですよ。黒です、全くあれと思う。もう車高は下がってるから、いいかっこいいなと思って、純正ホイールで。あ、もうあれでいいんですよ、あれは普段の足用で。そうですよね、はい、また別にこう秘密の。別でそう秘密兵器で。楽しみだな。あれはもうあれで足用で。すげえ楽しみなんだけど。もうね、なかなか本当に。
結構乗るとか傷もすごいじゃないですか。すごいですね。だ普段用にね。これ結構流してるんですよ、ちょこちょこ。走ればどうしても削れますからね。ホイールも傷ついてすぐ直して、内装もちょっと傷つくとすぐ直して。細やかですね。繊細というかやっぱ。だからあんまり乗らないで普段用の味に。ああでもそれも大事かもしれない。そうですね。これだまあこれねクラウンなんかそうなんです。どこでも行ける車っていうのは1台あって。ね、まあ、こういうのって言ったらあれだけど。いやでもそうですそうです。でもさ、セリシオ買ったとしたらあれ、維持に入ってとか。あ、だから、あのセリシオだったらちょっとやっぱホイールは絶対買える。ああ、はいはい、はいね。もうバッチリですよ。まあまあ、だからちょっと枠さんぐらいでした。おぉつらつらつら。つらつら。だけど、僕はあの、ほら、これはこれにいいんだけど、前の枠さんの。ああ、カルソンの。あれが。あれ、あの仕様で。あれが好きなんじゃあ、あれでいきましょう。あれでいきます。ビールシュタインかなんか入れて、はい、まあ、あの雰囲気が好きだから本当に。じゃああれ作ってください、一台。あれはそうですね、ええ、あ、秋ポピーみたいな。そうそう、それなちょっと並べて見並べて、ええ、過去と過去とあ、いいね、あ、いいですね。そうしようかな、ぜひぜひ、ねええ、全く、あの、ケインはつけないですよ。ああ、はい、じゃあ要はカルソンとカルソンでね、あ、ビールシュタインの程よい下げ幅、ね、あれいいですよね。カルソンって何、エボかなんか。前エボでしたね。よく知ってますね。すげえ。前エボだったからエボにしないとまずい。エボだから。じゃあ楽しみで楽しみにします。そうです。今日あもうご飯食べちゃったもんね。食べました。もう言ってくれれば。何ですか。カレー屋さんだって。今からだってテナントを探したんですよ。ね。めっちゃ探して。ありました。すぐ見つかりました。いや結構うまかった。よかった、ベンさん。低いっすよ。低いんですよ。ただもうギリギリっすね。あれが。普段乗りできるギリギリ。あれ爪は切ったんですか。もちろん。あれで全切りできるようにした。ああ、そうなんです。全部、だからインナーとか、あの、全部カットして、当たるところは全部カットします。不思議なのは、青木さんはあれでハンドル切れるのか。青木さんの選手すあ、すごいのが、タイヤがこうちょうど当たるぐらいの感じで、セッティング取ってあるんですよ。普通に曲がれるんですよ。あれね、あれが美味しいだな。彼もあの近々またカスタムやるみたいな、はい、あれはあれで、またあのノンアル感がまたいいんですよ。そう、やっぱ低さが欲しいみたいな。低さがね、はい、あれって低いじゃん、低さも。そうなんです。低さと爆音、まあ、すべてを兼ね備えてる。そうなんです。で、あのフルストレートのサウンドを聞いて、高橋君がやっぱ音が欲しくなって、マフラーに穴開けたらしいです。時運なんです。時運に輪をかけて。それもう全然違うんですよね、音でも、まあ、種類が。まあ、それはまた全然違うんですよ。ドキュン的な、あれ。ドキュン来ますんだ。いや、まあ、あれはあれでいいんですよ。あれはあの路線で行ってもらってね。もうびっくりしましたね。ここに遊びに来たんですよ、最初。納車になってから。いましたよ、これ。で、もう来た時に、もう中が紫になってなってるね。そうそうそう。あのシフトが、シフトがこれ。水中華がもう、すんげー天井まで。でもシフト操作は上手いんですよ、彼は。あんな長いんで。カッツンで D に入れますから、ね。テコの原理じゃないですよ、カッツンで。バック入れたり、ドライブ入れたり。それでクラウン壊しちゃったんで、ね、なんかって。バックに、バックギアに入らなかったんですよ。あ、そうなんですか。なんかそんな気がしないですよ、バックンで。もう直すんだったら買い出しちゃうね。で、セリシオのです。これは何キロ走ってるんですか。これですか、22万何千キロ。でも全部ディーラー整備出してるんですよ。20万キロぐらい。法人だから。法人ですか。じゃあ、もう全然ショップとか全然変えてるんですよね。変えてないですよ。はい。クルーズコントロールついてますよ。知ってます。びっくりしました。使い方わかんないですけど。いや俺ね、視聴者の方に言われて気づいたんですね。あれ昔の例えばみんなあれなんですね。ああそうです、セルシオとかもね、あれ、うん、使い方わかんない。全然できないですよ。誰か教えてほしいんですけど。いや俺もあんま使ったことないから。使わないですよね。全然使わないです。あ、ついてます。なんかついてます、だって使わない装備がいっぱい。一度も使ったことない装備もあるんですよ。ハイテクすぎたんですよね。ハイテクすぎでも似合ってますよ。言っちゃうんですよ。
まあ、やっぱちょっとやっぱあるんですよね、理想が、ね、理想がね、うん、いや、まあ、なんていうかってセルシオが欲しいから、あいや、まあ、なるほどなるほど、まあ、これ持ってて、まあ、そうですよね、路線的にはこうね、やっぱ系統は同じです。俺言いましたけど、俺も昔に乗ってたんですよ、選手に。そうですよね。俺多分セルシオ前期、中期、後期すごいっすよ、ね、もうずっと俺もセルシオ派なの。でも面白いですよね、またベンさんが買うっていうのはね、セルシオ。本当に、いやだからセルシオの時も中期後期のですね、ホイールも変えない変えない変えないって言いながら変えて、じゃあ次後期乗ったらもう変えないおとなしく変えて、でもレクサス乗ったらそんなやめよう、やめたらやっぱり見ちゃったな。SZ はもう最初からあれなんだから買える必要ないからって、 SZ 次中期買った時もやまたホイール変えちゃって、で結局これの時もやめようと思ったらまた変えちゃった。簡単に変えちゃう、ツラ出てるんじゃないですか。いやスペーサーですよ、スペーサーだけど全然全然ツラ出ちゃってる。いやどうせやるんだから、あ、いいセルシオがあればそうそうよ、距離少なくて、色は何か黒、いや、白がやっぱ黒ですね。あなかなかいいのがないですよ ね、 あとすごい遠いところにあるとかっていうのは、そうなんです、県外になんかすげえ 1.7 万キロって出てますけど、でも遠いんですよ、物が良ければ俺はもう見に行きます、あ、見に行っちゃう、うわ、でもこうやって見てると黒がいいよね、ちょっと気分転換もいいですよね、そう、気分転換、はい、それをまたあのコーティングなんかしちゃう、いや、俺前の SZ はね、黒だったんです、あ、そうなんか、これがまた中期ですよね、中期、あれがまたね、汚れがね大変ですよね、だ毎日洗車してるんですよ、毎日洗車で、たまに上がらせてで、セルシオも大変ですよ、ソリッドブラックは大変、もう半端じゃないです、多分傷とか多分すごい気になると思います、そう、そうなんです、もうそれでもう嫌だな、白は本当に目立たない、まあ分かります、これ一番目立たないのですけど楽っすよね、これ楽、これは楽です、いや、明日見に行ってください、じゃあ、いや、行きます、ねえ、うん、高崎自動車でね、あそこの5万キロぐらいですか、いや、あれは10万、あ、じゃあ、じゃあ、いや、もうだからやっぱ10万超えちゃうとやっぱ嫌だ、うん、どうせ買うなら、はい、どうせ買うなら、いや、だってほら、そんな値段変わんないじゃね、そう、そんなに変わんないです、そんな変わんない、全然、多分バネもいいですよね、ま、前持ったのはバネだった、バネですよ、俺もだからバネだからバネでいいんですよ、おお、これは何キロしてるんですか、これ20万キロですよ、だからえ、どっちも20万キロ超えてるんですか、買った時にもう17万ぐらいで、39万ぐらい、3年前にちょっと俺、中見せるし、いいですいいです、シートとか全然ですか、いや、そんなバリオンじゃないですよ、全然、だって3年前に39万ですよ、17万キロしたんですか、そうなんです、どうぞ、いいっすか、いいっすね、めちゃめちゃ綺麗じゃない、綺麗じゃないっすよ、綺麗だよね、綺麗な方っすけど、え、これ17万ですか、これエアシートじゃないですか、エアシートです、だからオプションですよ、一応これオプションですよ、はい、ホレイコもついてるんですよ、まあ、そう、あれたまたま、あ、じゃあやっぱオプションなんだ、これあとはエアプリ、空気清浄機も、そう、空気清浄機、ただ使わない、だって BU ローは違いますよね、はい、シートこれじゃないもんね、ただ、はい、シートヒーターだけですよね、お、普通だったらそうです、普通革オプションなんですよ、すげえ、回転屋さんから買ったんで、これこれシート20万とか見えない、なんか普段はこうなんですか、塗るようながあるんですよね、これ塗ってんすか、多少はあのしっとりさせてます、だって普通20万したらこの辺破けてます、そうなんです、だ状態はそんな悪くないですよ、全然悪くないですね、ちょっと後ろ見ていい、ああどうぞ、だからあそこの置いたのが同じですね、内装だから全く一緒ですよ、ね、でこれより綺麗ですよ、間違いなく5万キロなんで、そうですよね全然綺麗だと思います、あ、本当だ多分だから5万キロなんですから、多分内装もバリモンですよね、バリモン、もう全然5万キロなんてまず出てこないです、出てこないです、あんま多分すぐ売れちゃいました、前あの伊勢崎の取材したやん、ええ、3.4 万キロ、あっという間に売れちゃいましたもんね、あ、やっぱそうですよ、黒のユーロ、あ、黒のユーロ、あれ見ましたよ、俺もそれ YouTube に、ただあれなんですよ、あのこれが付いてなかったですよね、エアシートが、あれは、だからそれも見ないと、唯一、ね、そこは結構重要なんですよ、これ重要なんですよ、熱いんで、はい、エアシートは必要なんですよ、そう、
これがやっぱないとダメなんだ。そうなんです。やっぱハンドルだけはダメなんだよね。そうですね、これはもう変えちゃうしかないですね。これはね、意外とここは全然大丈夫なんです。ここは丈夫っすね、これ丈夫なんですよね。ダッシュボードも意外と平気。あれも平気なんですよね。そこのクリアがダメです。これがダメなんで。そこも新しいに変えちゃうしかない。そうですよね。社外品よりも純正品のやっぱいいですね。いいですよね。比べると。社外品はね、なんかこれ俺ちょっと違うんですよね。はい、見ると。ちょっと違うんですよ。もうすぐ分かる。だから5万キロのやつが屋内保管になったら多分ここまで行ってないかもしれない。行ってないです。やっぱこれがなんでここまでこれをよく考えなかったんだろう。そこだけ残念ですよね。残念な。今のは絶対ならないです。ならないですね。ならないですね。本当に。でもこの応接間みたいな感じはないんだよね、今。艶がすごいですよね、セレクションね。全然違う。いやー、今日かっこいいね。5万キロのやつ多分すごいと思うんですよ、ね。そうですね。はい、なんだ、いいな。かっこよすぎて。いいなぁと。いや。羨ましい。いや、もう考えてるだけでも幸せがないの。実際買わなくてもね。これだけで3日ぐらい進めて遊べるもんね。では考えてる時は楽しいですよね。楽しいですよ、考えてる時。本当に。いやー、アクサに会えるかもな。本当に。ちょっと眺めていいみたいな感じで。そう。全然いいですよ。あの、どうせいねえから、車だけで眺めに帰ろうって。たまたまっすよ、ね、ほんと。なんかそんな直感ですよ。シックスセンスなんで。いや、こっから出てくるところ。そう。秘密の。だってあそこでバケツ持ってる人は違うからね。あれ、停車なんですよ。よかった。もうこのままあの YouTube 上げてノー編集で。いや、ノー編集で、いや。いや、でも本当、じゃあ、そろそろ俺知らんね、はい、あのお時間ください。行くから行ってきます。じゃあお願いします。明日行きますか。はい、じゃあ、あの帰るところまでしっかりバッチリ。すみません。美男美女は美男美女参った。じゃあ、また明日。明日お願いします。はい。